M8 小隊の二藤兵です。 T 隊長です。小隊、あの MBTI タイプの話を最近ずっとやってるんですけども、うんうんうん、隊長使ってます？使ってるっていうのは、うん、人と働いてる時とか、この人 この人何タイプかなとか。あんまり使ってないですよ。そんなに人と接してないですよ。なるほど、うん、あの私の場合まだどっちかというと、うん、エニアグラムが先に来るんですね。はいはい、あこの人何タイプっぽいわってぽいわって僕も来る。どっちが来るかって言えば多分エニアグラムが来ますよ、はい、何タイプっぽいわ、何タイプっぽいわ、はい、考えるとすれば、はい、っていうのはまあ16タイプと9タイプで、うん、やっぱりこの9の方が少ないから分けやすいんですかね。なんかこうエニアグラムって各タイプに特徴があるじゃないですか。ありますね、うん、はい、成功とか、はい、イメージがあるじゃないですか。はい、ありますね。イメージ像みたいな、イメージ像がありますね。そういうイラストで描けますね。そうそう、はい、そういうのがあるのでなんか分かりやすいというか、はい、パッと見た時にあこの人はこのタイプっぽいみたいな、はい、でこう MBTI だとあなんか外交か内交かぐらいとかシンキングかフィーリングかみたいな、はい、それぐらいでしかバンと来ないじゃないですか。そうです。それかも一瞬で出てこないんですよね。あそう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 、この人はいいか愛か、いいか愛か、はい、炭治郎はいいか愛か、うん、愛かなとか、うん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 、で、あ S だねって、うんうん、F だねって、うん、みたいな感じで、はい、こう探っていくっていうか基本パターンみたいなのがあんまりない感じが、ちょっと見にくいですね、うん、ただこの証言によるタイプ分けの、うん、はい、IS、IN、ES、EN とかこの4つぐらいだと、うんうん、まあ気質とか、うん、SP、NF、NT とか4つぐらいだと分かりやすいですよ。数の問題というか多分キャラクターの問題、キャラクターの問題かなっていう、はい、そうですね。それこの IS、IN、ES、EN とかでも、うんうん、つけてもらえると分かりやすいですよね、うんうん、そういうなんか神話になぞらえてとかなんかがあるとつければいいですよね、我々で我々で、はい、はい、だと何ですかね、柱ですかね、今で言うと柱がどこに該当するか、どこに該当するか、例えば、うん、煉獄さんは ES だねとか、うん、あ ES っぽい、あ EN ですかね、熱意を表現する、ああ俺についてこい、うんうん、で今やってる薄井さんでしたっけ、あの遊郭編の、あはいはいはい、はい、でもみんななんか熱意だぞってそう、うんうん、はい、まあ何でしょう、あの水のお頭、お頭じゃない水の柱、あもう名前が出てこないんですけど、うんうん、とかは内向かなとか、胡蝶、うんうん、さんも内向だねとか、うんうん、だから内向外向ぐらいはなんかピンときますね、ピンとくるけど、はい、この辺がまたパパって出るとこの理解も深まっていくのかなと思うんですけど、うん、というところでこの時間はこちらMBTI タイプ入門で、はい、うん、タイプテーブルっていうのがあってですね、はい、うんうん、今日はこの列ですね、うんうん、この ST グループっていうのが一番左、はいはい、で SJ、SF グループっていうのが真ん中、うんうん、あこの2番目のとこですね、はい、で、NF のこの列ですね、うんうん、で NT グループっていうのがありますよと、うん、では4つの機能の組み合わせで基本心的機能の対と呼ばれタイプテーブルの縦列となりますと。この組み合わせはコミュニケーションスタイルや課題解決、うん、キャリアの選択、うん、組織文化を理解するために用いるのにいいですよと、うん、で、まあ、この4つを視点をもとに、まあ、組織を作るときにやっぱりこのバランス、どれがいいじゃなくて、うんうん、どれも大切じゃないですか。まあそうですね、はい、なんで人を配置するときにこうやるといいよとか、うんうん、っていう理解のためにいいのかなと思ってます、うん、はい、で ST 一番左のとこですね、はい、隊長も僕もここにはいないですね。 ST の思考する心的機能は感覚機能と思考機能です、うんうんうん、で感覚思考、はい、感覚機能と思考機能が思考する心的機能で関心の対象は今どうなっているかの事実、うんうんうん、で組織への貢献としては方針と手順を提示しますと。目標とすることは効率を図ること、うんうんうん、よくする質問、うん、ST タイプがどのようにいつまでに行われるのか、うんうん、コストはどれぐらいかかるのか、うん、で好むコンピューターの使い方、うん、データの記録、あ、はいはい、
でストレスを感じるときは、うん、仕事が正確に行われていないとき、うん、ストレスを軽減する方法、うん、段取りをきちんとつける、うん、でチームに求めることは結果を出すこと、うんうん、この対の分布が見られるキャリア領域としては、うん、政府機関、製造、建築とあって、まあ、ここを見たときに、うん、あ自分がこのタイプだとこういう職場がいいのかなっていうのにもちょっと役立つかなと思いました、うんうん、では SF ですね、はい、私ここにいます。僕もここにいます。そうですね、はいはい、思考する心的機能としては、うん、感覚機能と感情機能、関心の対象としては、うん、今どうなっているかっていう事実、うんうん、組織への貢献としては内部顧客、外部顧客へのサービスを提示、うんうんうん、目標とすること、他者を援助する、うん、よくする質問、誰が影響を受けるのか、うん、誰がどのように行うのか、うんうんうん、で好むコンピューターの使い方としては、うん、特に人に関するデータの記録、うんうん、ストレスを感じるとき、人々の間で意見が対立しているとき、うんうんうん、ストレスを軽減する方法、うん、人々のニーズに応える、うんうんうん、チームに求めること、うん、援助を提供し合う、うんうん、で多く見られるキャリア領域としては、うん、サービス、ヘルスケア、うん、医療保険教育、うんうんうん、とあります、はい、では、まあ、このまま続けて、うん、NF は直感機能、感情機能が思考する心的機能、うん、で関心の対象としてはこれからどうなり得るかの可能性で、組織への貢献としては努力しても良い理想の提示、目標とすることは他者の力を引き出す、よくする質問としてはどのように他者と関わるのか、誰に影響が及ぶのか、うんうん、好むコンピューターの使い方は自分や他者の成長支援の補助、うん、ストレスを感じるとき、大切にすべきことが無視されたり否定されたりするとき、うん、ストレスを軽減する方法、物事の価値を明確にする、チームに求めることは励まし合い、うん、キャリア領域としてはコミュニケーション、芸術、うん、カウンセリングと成長支援とあります、うん、で NT、うん、思考する心的機能としては直感機能と思考機能、うん、で組織への貢献としてはこれからどうなり得るかの可能性、うんうん、組織への貢献としては理論的な枠組みを提示する、うん、目標とすることは専門性を極める、よくする質問、最新のまた最適な理論や戦略はどれか、好むコンピューターの使い方としてはモデルの作成とシミュレーション、うんうん、ストレスを感じるときは原理原則が間違っていたりそこに欠陥が認められたりするとき、うん、ストレスを軽減する方法としてはチームに求めることはシステムの構築、多く見られるキャリア領域としては最新の技術、科学、うん、大学とあって、うんうん、キャリアの選択、うん、組織を作るときっていうのは、うん、ここはなんか非常に有効かなとは、うんうんうん、これを読みながら思っていましたが、うん、いかがでしょうかと、はいはい、ここに隊長はいらっしゃいましたでしょうか。これの分類は、はい、なんとなくしっくりきました。あー、なるほど。さっきのやつはこうどこにも、どこにもいる感じがしたんですけど、これは、はい、なんとなくあここかなっていう、はいはい、これを見たときに皆さんどうお感じになられましたでしょうか、うん、で僕はこれを見たときに SF で、うん、あまりなんて言うんだろうな、他者を援助するとか、うんうん、人々のあでもまあそっか、人々のニーズに応えるっていうのは、うん、まあそっか。このちなみにどこがしっくりくるとかあります？ピッときたのは、うん、要はこのよくする質問として、うん、誰がどのように行うか、うん、仕事をするときにね SF、はいはいはい、っていうのが SF で出てくるんですけど、はいはい、ここは僕がよく言うやつですね、うん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 、これは誰がどうやってやりましょうね、うんうん、要は誰と僕は組んで仕事をするのか、うんうん、で僕は何をするのか、何をするのか、うん、それは僕も思いますっていうのは、うん、やっぱ何よりも、うん、その最新の機器を使うとか、うんうん、コストがどうだ、うんうん、よりも誰とやるのか、うん、
で誰とどうやってこの仕事をやるのかっていうのは、うんうん、僕にとっては大事なんですね、うん、僕はだからなんだろうエステ的要素、はい、何をやるのかじゃないですか。はいはいはい、はい、そうですね。その辺は僕も分かる気がします。はい、でこう最新のとかは単なる好奇心なんではい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 、はい、まあ別に手放せるんですよ。はいはい、うん、そうですね、うん、っていうのはなんかあこれはいいぞとはちょっと思いました、うんうんうん、この縦列ですね。縦列ここですね、はい、縦列基本心的機能の組み合わせ、うん、っていうこの分け方は使えると思いました。はいはい、はい、っていう、うんタイプの分け方もありますよ。ありますよっていう、はい、うん、